通に今日漆黒スリー取りに来たら陽性だったって分かって鬱になりそうです。帰りたくない、帰りたくない。大空に着きました。着きました。ノルウェーの首都、首都です、ですよ。あと今日 PCR 検査もしたよね。あさって日本に帰る日なので、うん、まあ、今あの日本に帰国するためには72時間以内に PCR 検査を受けて、で陰性証明書をもらう必要があるんですね。ソロの空港で PCR 検査を受けて結果をもらってきました。その結果は、結果は無事陰性でした。イエーイ。今回の受けた PCR 検査は、うん、エクスプレスってすぐ出るやつなんですね、うん、まあ、なんとお値段は日本円でだいたい3万円ぐらい。めっちゃ高いよね。めっちゃ高いけど、超高い。そう、本当はもうちょっとスタンダードのやつにしようかなと思ってたんだけど、スタンダードのやつは検査してから翌日とか出るやつなんですけど、うん、なんかそれだと明日までに 100% 出るか分かんないよみたいな、週末挟んじゃうからもしかしたら月曜日になるかもしれないって言われて、私は絶対帰らなきゃいけなかったから、まあ、多分大丈夫だと思うけど、多分大丈夫だと思うけどね。でも 100% じゃないと本当帰れなくなっちゃうのがやばいから、まあね、まあね、ちょっと安心な方を取って45分後に出る方にした。逆にすぐ陰性って分かったから、もうこれでそうだね、気軽く帰れるという安心感が今すごいです。ずっと旅行1ヶ月間しながらさ、うん、みんなマスクしないから、うん、かかるんじゃないかなっていうちょっと不安もあったけど、まあ割と普通に人がいるところにも行ったし、うん、公共交通機関も人いたし、レストランも普通にいたしね。そう、レストランも普通にいて、みんなマスクなしでハンドジェルとかするわけでもないし、パーテーションみたいなのがあるわけでもないから、うん、そうだね。いやー、これかかる可能性結構高いなって思ってて、うん、結構不安だったけど、うん、無事体調も全く悪くないし、うん、全然風邪っぽい差もないし、うん、陰性でよかったですね。で、なんと、いや、すごいちょっと驚いたのが、私たちがこの空港で PCR 検査を受けた時に、うん、ちょうど日本人がいて、で、今日ノルウェーを出国するみたいだったんですね、うん、で、今日結果を取りに来たらなんと陽性だったみたいで、そうだよね、みたいな、事前に陽性ですよって言われたわけじゃなくて、うん、受けた日に明日取りに来ればいいですよって言われたから、普通に今日出国する日取りに来たら陽性だったみたいなって私どうしたらいいの、今日出国なのに感じで、すごいやり取りしてて、それを聞いた時は私たちまだ結果が分かんなくて、受けたばかりだったんですね、うん、だからうわどうしようみたいな。でも一回陽性出ちゃうと4日間は出国できない。そうだよね、うん、いや大変だなって。そうだよね、うん、オペラに来ました。来ました。これがオペラ、ここ、うん、海の上にあるんだけど、ここが北欧式サウナ、この中がサウナ、今みんなサウナをしてて、でサウナで温かくなった体をこの海で冷やしてる感じ、初めて見たこういうスタイル。それにさ、もともとなんかイメージしてたのはすごく綺麗な湖の中でこうパッと生えてたりとかものなんだけど、これ普通にオーソロにある海だから結構汚いけど普通に生えてる、ね、うん、あるかできそう、いや私は無理無理、こんな感じなんですよ。でも日本にもあるよ、こういう、ああいうサウナが、テントサウナって言って、川の近くにテントがあって、そこの中がサウナになってて、へー、で、川に飛び込む。じゃあ、あれは日本でチャレンジをしてみます。最後の今ですね。最後の晩餐ですよ。最後は高級店に来ます。ノルウェーの伝統料理が食べれるお店で、今日は鹿肉とノルウェーでよく食べられる星皿を使った料理を頼みました。食べてみたいと思います。うん、香りはすごいいい香り。鹿好き、うん、食べたことがない、うん、おいしい、おいしい、臭みはない、うん、どんな普通のステーキ食べた後結構さっぱりしてる、脂肪がそんなある感じじゃなくて、うん、お肉感はちゃんと感じられる、すごい美味しい、すごい美味しい、うん、臭みもないんだ、臭みない、うん、これみんな好きだと思う。もし知らずに出てきたら牛か、ディアか分かるぐらい気づかないかもしれないけど、なんかいつもの牛と違うなと思うかも、分かるほど違うんだね、うん、違いはある、うん。
干したタラを塩漬けにしたもの、それバカラオって言って、それが文化調理でよく使われるんだけど、家庭ではそれのトマト煮込みが結構定番なんですけど、ここはクリームソースなのかな。うん、めっちゃ美味しい。もう日本に戻りますね。そうですね。どうですか、心臓。鬱になりそうです帰りたくない。帰りたくない。でも楽しかった。楽しかった。あのスーツケースもう壊れたね。そう、ここの部分が割れてしまって伸びなくなっちゃった長い量その中で死んじゃいました。そうですね、電車来たんで、ね、戻ります。なりますか。はい、この人1ヶ月間の旅行終わって帰る人の顔です。映さないでください。笑顔にはなれません。じゃあどの気持ちですか。まあ俺はまた戻っても休みの人なんでまだ休める。ずるいですね、本当に。あ、何すんの。勉強、新しい会社に行く。平日で戻れるかな。空港に着きましたね。結構あっという間だった。あとは無事に出国できるか。ここ着いていいんだ、大丈夫だね。そうだね、うん。チェックインソウイエロシガニマニコンリョッチマンウサイワンリョ。이런공항의분견도당분간는볼수가없네요이제현실로돌아갑니다그래도3주간정말재미있는시간들보냈어요이제정말일본으로갑니다이번에찍기맛있대찍기맛있다疲れて。いや、帰りのくらいで結構あってますよ。ああ、明日から仕事ですよ。もう現実に戻れません。家は大丈夫かな。家が心配。1ヶ月間使えなかったから。ゴキブリだらけの。マスク生活がまた始まるのか。そうだね、慣れないね。あんにゃん。どうでしょう。どうでしょう。虫だらけの家になってる。やだ、次入ってんぱ。誰かが入った形跡はなさそう。ただ許すので出てください。もう帰りましたよ。泥棒はいなそうですね。虫ちゃん虫は、虫もいなそう。あー、よかった。多分大丈夫だと思います。うん、カビも入ってなさそうだし。오늘도영상끝까지봐주셔서너무감사합니다신혼여행은끝났지만저희들의신혼생활은이제시작이니까기대해주세요구독과좋아요도부탁드려요